それではイベント開始の時間となりましたので始めていきたいと思います。それでは皆さんこんにちは。ちょっと元気が足らないですね。もう一度いきますよ。こんにちは。ありがとうございます。本日はようこそ名古屋港水族館へお越しくださいました。さあ、まずはイベントを始めていくにあたってベルーガたちのことを簡単に紹介していきたいと思います。ベルーガは北極周辺の冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間で、日本では白イルカと呼ばれるほど体が白いことが特徴的です。そしてここ名古屋港水族館ではそんなベルーガを現在4頭飼育していて、今回のイベントではそのうちの2頭が参加してくれます。そしてこの皆様から向かってこの左手のこの映像、実はここの3階面が映し出されています。お時間がある方がいましたらぜひこちらにも注目してみてください。それではまず今回のイベントに参加するベルーガを1頭ずつこのアクリル面に呼んでいきましょう。それではまずグレーからやってきてもらいます。さあグレーやってきてくれますよ。さあやってきてくれました。いきますよ。こんにちは。さあグレー、推定年齢24歳、メスのベルーガです。こんにちは。ベルーガ、白イルカと呼ばれ、このように体が白いことが大きな特徴です。さあグレー、上手に挨拶することができました。それではグレー、一旦戻ってもらいます。賢いね。さあグレーの紹介が終わったので、今度はもう一頭のベルーガも紹介していきましょう。さあ次はナナがやってきてくれます。さあナナやってきてくれました。こんにちは。上手に胸びれ打ってくれています。そして現在ナナ妊娠中です。お腹の中には赤ちゃんがいるんです。ぜひ皆さん、ナナとお腹の中の赤ちゃん、温かく見守ってあげてください。さあ、ナナも上手にご挨拶ができました。さあ、ベルーガたちの紹介が終わったところで、ここからが本題です。今回はベルーガの不思議な魚の食べ方を紹介していきます。野生のベルーガは魚の他にイカやタコ、エビやカニなど全部で50種類から100種類もの餌を食べていると言われています。そしてその中にイカナゴと呼ばれる砂に潜る性質を持つ魚がいます。さあ皆さん、こちらのパネルをご覧ください。さあ推定には2頭のベルーガがいます。そして砂の中には、さあ分かりますか、イカナゴが隠れています。ベルーガたちはこの砂の中に潜るイカナゴをどのようにして食べているのか、今回はそれを皆さんに見ていただきたいと思います。しかしこのプールに砂とイカナゴを入れるわけにはいきませんので、今回はある実験装置を用意しています。それでは実験装置下ろしてもらいましょう。さあ上から降りてきますよ。さあ上から何やら降りてきましたね。さあここで再度ご案内いたします。写真撮影ですがフラッシュ光らないようにお願いいたします。さあ上から何やら透明の筒状のものが降りてきました。そしてこの筒の中にはシシャモという魚が入っています。ベルーガたち、当然この筒の底には口届きません。ベルーガは一体この筒の中の魚をどのようにして食べるのでしょうか。それではまずグレーにそれを見せてもらいましょう。さあグレーやってきてくれますよ。さあぜひベルーガの餌の食べ方注目してみてください。さあいきますよ。
そう、分かりますか皆さん。サクレ上手に食べてくれています。グレ、どのようにして餌食べてるでしょうか。あ、ありがとうございます。吸い込んでるという声が聞こえてきました。大正解です。しかし実はグレ、水を餌を吸い込む前にある行動をしているんです。それではもう一度よく観察してみましょう。お、グレ戻っていってしまいましたね。まだお魚半分ほど残っていますので、さあ次はナナにやってきてもらおうと思います。さあ次はナナにやってきてもらいます。さあもう一度食べ方見てみましょう。さあ、あ、今です、今。さあ分かりますか皆さん。実はベルーが魚を吸い込む前に口に水を含んで、それを思いっきり吹き出しているんです。そしてパッと舞い上がったところを吸い込んで食べているんです。ベルーガたちの口元は私たち人間と同じ柔らかい筋肉でできています。そのためこの口元をうという形にすぼめることができるんです。このようにすることでこの筒の中の魚も楽々と食べることができるんです。さあちなみにこの水拭きですが、この3回面でやるとこの映像のようになります。結構勢いがすごいです。一度に2リットルもの海水を吹き出していると言われているんです。ななちゃん食べ方欲しいやな。さあななちゃん結構頑張ってくれてますね。最後の一匹、そう、最後の一匹なかなか食べられません。今日は魚完食です。たまに残っているのですが、それでは実験装置上げてもらいましょう。すごいね。さあベルーガたちが野生で魚をどのように食べているかお分かりいただけたでしょうか。さあここからはこの2回目ならではのベルーガたちの種目を紹介していきたいと思います。まずはただいま使った口を使ってベルーガたちは泡のリングを作ることができるんです。私たち飼育員はバブルリングと呼んでいます。それではそれをグレーに挑戦してもらいます。さあグレー上からやってきてくれます。さあやってきてくれますよ。さあ皆さん一瞬なので見逃さないようにしてくださいね。いきますよ、せーの、よいしょ。ありがとうございます。さあでもちょっとリングがちょっと薄かったですね。さあグレーもう一回いくよ、こっちで。さあいけるかな、せーの、よいしょ。結構大きいリングができました。さあグレー上手にリング決めることができました。それではグレーには戻ってもらいます。さあ今口からリングを出しましたが、実はベルーガたちこの頭の上にある鼻の穴からリングを作ることができるんです。私たち飼育員はエンジェルリングと呼んでいます。それではそれをナナに挑戦してもらいます。さあやってきてくれました。さあ皆さんいきますよ、せーの、よいしょ。もう一回いくよ、せーの、よいしょ。お、ありがとうございます。結構綺麗なのができたのではないでしょうか。ナナちゃん上手やな。さあナナちゃんこっちでも行くよ、いけるかな、せーの、よいしょ。綺麗なリングができました。さあナナが上手にリングを決めてくれたところでイベントは終了にしたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。さあナナ上手に挨拶することができました。最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございます。
この後の生演奏水族館をゆっくりとお楽しみください。ご使用になられたマットは所定の位置に戻していただきをよろしくお願いいたします。Thank you.